17からいるけど、ホストに行き出したのは19歳ぐらいの時からかな。エースとかってガツガツ行ってるわけじゃないけど、たまに月何回か行くぐらいです。もともと19の時にホストに行ったら、めっちゃみんな私のこと可愛いって言ってくれるんですよ。なんかそれでめっちゃ可愛いって言われるのにハマっちゃって行き出したっていう感じですかね。2回目ぐらいにハマってた担当から、なんかめっちゃ「とか「って言われたことがあって、なんか私お金使ってるのに、なんでそんなにひどい扱い受けなきゃないんだろうって、毎日暴言を吐かれてるうちに、なんか本当に自分は可愛くないんじゃないかみたいな、ちょっと病んじゃって、なんかそっからちょっと整形したりおかしくなってっちゃったかっていう感じですかね。今でもめっちゃ小さい整形はよく行くんですよ。糸とか、まあ、注入系もだし、まあ、ちょっと切ったりとかいろいろやってるんだけど、今の担当って全然それを否定してこなくて、本当にいつも綺麗でいようとするちゃんが可愛いよって言ってくれるんですよ。なんかそれで私めっちゃ居心地よくて通ってるっていう感じですね。そこにプチ整形だけどダウンタイムあるわけじゃないですか。そしたら働けないじゃないですか。で、働けなくてお金ないって分かってるのに、めっちゃ連絡まめなんですよ。最近まあ半年ぐらい前に大きい整形やって、そっからまあちょっと整形もういいかなって感じで、お金も貯まってきたので、今日はシャンパンおろしちゃおうかなって思ってます。めっちゃ久しぶり。急に来た。なんか、見せていい？また可愛くなっちゃう。だよね。どこ触ったと思う？どこやったと思う？鼻じゃないの。鼻と、あとなんかこの辺にも脂肪入れたりした。違かった。全然。今回そんな、派手にやってないの。めっちゃマクラルにしたわけよ。あ、そういえばさ、なに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 、ちょっと痩せたんじゃない？わかる。どんぐらい痩せたと思う？何で痩せたと思う？どんぐらい痩せた？5キロぐらい。正解は何キロでした？めっちゃさ、めっちゃスタイルいいし、やばい、めっちゃストイックだった。ありがとう。本当めっちゃ羨ましい。じゃあ、やばい、なんか久しぶり。なおさん、覚えてる？覚えてるよ。また可愛くなったんじゃない？変わったから、もう忘れられたかと思って。めっちゃ可愛くなった。なんで？やばい、めっちゃみんなあげてくれるからさ。めっちゃいい気分なのよ。調子に乗る権利あります。ありがとう。美しさは本当に。めっちゃ綺麗。あれかな？でも今回は前みたいな大きいのじゃなくて、ちょっとお花先に高さ出したくらい。中華ペンチュ。よくわかるね。想像すると美線形成。そうなんだ。そう皮膚が伸びないみたいな。だから大きい整形はもうこれで終わりかな。でも大体800万くらい、多分そんくらい使ってますね。でも鼻もめはもちろん顔だし、おっぱいも大きくしたし、マジ足とかからも脂肪取って痩せたし、もう全部全身細胞です。ですね。もう整形ってある意味美意識に。それめっちゃ優しくない？いつもさ、こうやってさ、自己肯定感上げてくれんの。やばいよね。美意識高いね。そうだよ。俺たちもやらなきゃいけないから、こんな。でもこんな言われてもまだ整形したくなっちゃって。これ以上はないかもね。これ以上綺麗になる部分は美しい。なんか言われた恥ずかしい。
DV だったし、顔は超イケメンだったんですよ。めっちゃタイプでかっこよくて、でも本当に性格がゴミ。なんか自分がイケメンだからって、なんか女の子に普通言わないじゃないですか。とかとか、あとなんか細かいんですよ。お前のこの鼻の幅が。言い方がモラハラっぽい。なんか普通にシャンパンとかも、まあ、もちろんめっちゃ煽ってくるじゃないですか。でも私19歳で、全然当時ガールズバーとかのバイトにちょっと行ってたくらいだったから、もうお金ないんですよ。なのに本当にそれも聞いてくれない。なんか俺の言うこと聞けねえのみたいな感じで殴ってくる。普通にっていうくせに、殴ったらもっとになるじゃないですか。腫れたりとかして、なんかそれで21年の頃は本当に自分のことなんだろうって、その担当に洗脳されて、超やめてずっと整形にお金使ってたって感じですかね。それをなんか真央くんが変えてくれたの。辛い過去なのに話してくれてありがとう。今あんまり気にしないから、上書きしてくれたから、なおくんが。そんな変な担当切ってよかったね。マジ切ってよかった、ほんと。ありがとう。切ってくれたからね、俺。本当だよ。なんかあいつ切ってすぐ来たもん、ここで俺が幸せになったとこね。だって私が幸せになったんだよ。でしょ、二人とも幸せ。そういうことだろ。てかさ、私もうちょっと次お金貯まったらどこ直したいなと思ってんだけど、どこ直したいと思う？いや、もう完璧じゃない？そうかな。個人的には顔の左右差とか歪みめっちゃ気になるんだけど、こっちの方が濃くててこっちがちょっと出てるみたいな。俺は気になんないけど。ほんと？誰？ちゃんがね、それをやって自分に自信がさらに持てるならやってもいいと思う。まあ、整形バレにね、自己肯定感上げるためのものだから、やっぱり本当に褒めてくれるナオさんに出会えて本当に良かった。本当だよ。なんでさ、褒めてくれすぎ、これだからさ、ホストに来る意味あるって感じじゃない？来るたびキャラされてたらさ、全然お金使いたいとか思わないよ。そりゃそうだよ。褒められるからこそ調子乗ってお金使いたくなる。よかったね。本当。なんかここにいてもいいかなっていう気分にさせてくれるんで。だったらさ、言いづらいじゃん。恥ずかしいし。ちゃんがね、綺麗になったの。ちゃん自身の努力。本当に。ちゃんとなんか自分の目標を決めたらそこにまっすぐ突っ走る。めっちゃストイックだし。気分いいから、ちゃんが入れて入れるからもっと可愛いって言って。可愛いよ。やばい。いいの？うん、いいよ。ありがとう。イエーイ。あ、来た。
ありがとう。自分でこんぐらいの見た目だったらいいかなって思った後、またホストに行くようになったんですよ。そしたらやっぱりその19で行ってた頃より全然男の子の反応違うから、みんな可愛いって言ってくれるし、綺麗って言ってくれるし、普通にお金払わなくていいから普通に外で会ってみたいな子も惹かれてくれるようになって、やっぱホスト面白いなみたいな。この綺麗な泡で乾杯します。まあ、整形してるからうんぬんとかではなくて、まあ、彼女自身すごく素直でいい子なんだなって思ってました。まあ、これからも彼女と一緒にいて彼女のメンタルの平和を願ってます。ありがとうございました。